平野紫仕様、元キングプリンスへの3人が披露したキレッキレダンスがファンを魅了。SNS 上で爆発的な反応。平野紫仕様の新たなダンス動画が話題沸騰。日本の人気アイドルである平野仕様が、元キングプリンスへのメンバーである神宮寺唄と岸唄と共に披露したキレッキレのダンスが、SNS 上で大きな注目を集めています。 インスタグラムに投稿されたその動画は20分で14万件以上のいいねを獲得しファンからの熱狂的なコメントが殺到しています。この記事ではそのダンス動画の内容やファンの反応、3人の再共演に対する期待について詳しく掘り下げていきます。本文、平野紫耀神宮寺勇太、岸ゆ太のキレッキレダンスにファン熱狂。 平野紫仕様は、2023年11月26日に自身のインスタグラムを更新し、元キングプリンスへのメンバーである神宮寺優太とキシ太と共に披露したダンス動画が、SN、s n s 上で大きな反響を呼んでいます。動画には、 ナンバー I としての活動に専念する神宮寺優太とキシ太が再びキングプリンス王としてのパフォーマンスを披露し、そのキレッキレのダンスがファンを魅了しました。動画にはみんな集合という言葉が添えられ、これによって3人の再共演がファンにとっては待望の瞬間となりました。フォロワーたちは動画に対して瞬く間に多くのいいね。 とコメントを残しその数はわずか20分で14万件に達しました。コメント欄には待ってました。みんな大集合めっちゃかっこいい3人一緒だね、最高。など歓喜の声が溢れています。平野仕様の投稿に寄せられたコメントからはファンたちが再び3人のパフォーマンスを楽しみにしていたことが伺えます。 彼らはこの共演に対して期待と興奮を隠さず、それが SNS へで大きな反響を生んでいます。ダンスの破壊力に迫る。3人のメンバーが披露したダンスについて、その破壊力を探ってみましょう。動画では、キレのある動きやシンクロ率の高い振り付けが際立ち、その完成度の高さが視聴者を圧倒しています。 特に、神宮寺優太、岸優太、平野潮の三者が息を合わせた緻密な振り付けは、彼らがキングプリンスとして培ってきたグループワークの結晶と言えるでしょう。ダンスパフォーマンスからは、三人がそれぞれ持つ個性が光り、その中で絶妙なバランスが保たれていることが伺えます。 キレッキレのダンスムーブは視聴者にエネルギッシュで前向きな感情を呼び起こし、音楽との調和が見事になり立っています。このダンス動画はファンだけでなく一般の視聴者にも高い評価を受けており、その破壊力は単なるエンターテインメント以上のものと言えそうです。彼らのパフォーマンスは音楽とダンスの融合から生まれる魅力を余すことなく発揮しており、 これが動画が瞬く間に拡散し、多くの人々に共感を呼び起こした要因の一つと考えられます。ファンの歓喜の声。動画に寄せられたファンのコメントからは、その歓喜の声が飛び交っています。みんなで集合してのダンス最高です。三人揃ってのダンス最高でかっこいい。やっと三人でのダンス見れた、など。 ファンたちは再び三人が一堂に会する瞬間を心待ちにしていたことが伺えます。特に待ってました。というコメントはファンがこの再共演を長らく待ち望んでいたことを示しています。キングプリンスが三人揃っての活動を再開する噂が流れてから、 ファンたちはその確認を待ち望んでおり、今回の動画がその期待に応えた形と言えるでしょう。ファンのコメントには感動や興奮、喜びの言葉が満ちており、みんなで集合の呼びかけに応え、ダンス動画に対する熱狂が SNS へで拡散しています。 これは単なるエンターテインメントの範疇を超え、ファンとアーティストとの強い結びつきを象徴していると言えるでしょう。再共演の意味。3人が再び共演し、ファンを興奮させたこの瞬間には、彼らが共有する特別な絆が色濃く現れています。 キングプリンスをグループとしての成功を収めながらもメンバーそれぞれが新たなプロジェクトや活動に挑戦しています。その中で再び3人が一堂に会しダンスを共演することはファンにとってはまさに夢のような瞬間でしょう。この際共演はファンにとってだけでなくメンバー自身にとっても特別な瞬間と言えるでしょう。 長い時間を経て再び一堂に会し、キングプリンスとしての活動を再開することは、彼らの絆を再確認し、共に歩んできた奇跡を振り返る機会とも言えます。このような再共演が、アーティストとファンとの間に信頼と愛情を築き上げ、共感を生み出す一員となっています。特にアイドルグループとしての成功を収めたメンバーたちが、 個々の道を進む中で再び共演する瞬間はファンにとっては感慨深いものであり、その意味は単なるエンターテインメント以上に達しています。結論、平野紫耀、神宮寺勇太、た、岸太の再共演はファンとの結びつきを深める瞬間。平野紫耀、神宮寺勇太、た、岸太の再共演が SNS へで大きな反響を呼び起こしました。 そのキレッキレのダンスはファンを魅了し、20分で14万件以上のいいねを獲得するなど注目度は非常に高いものとなりました。ファンからは歓喜の声が相次ぎ、再び3人が一堂に会する瞬間を待ち望んでいたことが伺えます。この再共演は単なるエンターテインメント以上にアーティストとファンとの結びつきを象徴しています。 ファンは彼らの成功を見守り、再び共演する姿に感動し、喜びを分かち合っています。一方で、メンバーたちにとってもこの瞬間は特別であり、長い軌跡を振り返りながら、再び共に舞台に立つことができたことに喜びを感じていることでしょう。このような瞬間が、アーティストとファンとの絆を深め、共感を生み出すことは言うまでもありません。 平野紫耀、神宮寺勇太、う勇太の再共演が、音楽とダンスの魅力だけでなく、アーティストとファンとの結びつきがもたらす特別な瞬間であることを改めて感じさせられる出来事でした。改めて